大好きなご飯も大好きなお酒も全部農業があるから存在してるわけですよ。昔から有名だと思いますね、東北の一番の穀倉地帯ですから、3分の1ぐらいは行ってたんじゃないですか。ここでできた米のほとんどは江戸に運んだって言われてましたからね。奥羽山脈からきれいな水が山から平野に流れてきてると。気候はですね、作物にも適している地域なのかなっていう気はしますね。品質と美味しさを保つためにやっぱりいい土作り、それから栽培の管理だとかいうことで、食道も測定してますし、生産技術マニュアルを作って生産指導がその栽培理論に基づいて全部うちのお米作りはやってますから、品質的に安定してるっていうね。やっぱり有機栽培的なものとか減農薬栽培、生産者が安全なものをやってるっていうことは、消費者皆さんも安心して食べられるっていうことだと思って理解してもらっていいと思います。笹錦と一目惚れ、どちらも宮城県から生まれたやつなんですが、日本全国ならず寿司屋さんは笹錦を求めてるんですが、冷めても固くならないご飯、甘みなんかも多いのでですね、最適だなっていうふうに私は思ってます。笹錦と三陸の魚介類、それでご飯食べたら最高だと思いますよ。